ブルターニュはフランス北西部にある地域。ブルトン語を意識した際にはブレーズという名称も用いられる。かつてはブルターニュ王国、そしてブルターニュ公国という独立国だったが、1532年にフランスに併合され、州となった。ブルターニュは6つあるケルト諸語圏の一つとみなされている。時には現在のブルターニュ地域圏と区別する目的で、 歴史的なブルターニュと呼ばれることもある。ブルターニュはフランス北西部ヨーロッパ大陸の北西に突き出た半島にある。北はイギリス海峡、西はケルト海と大西洋、南をビスケー湾と接している。面積は3万4 0 2 3トルブルターニュとみなされる県が5つある。西のフィニステール県、北のコートイコールダルモール県。 北東のイリーコールエイコールビレ県、南東のロワールアトランティック県、ビスケー湾に面したモルビアン県である。1956年、これらの県を集め、フランスの地域県が作られた。ブルターニュ地域県は、ブルターニュとみなされる5つの県のうち4つで構成される。一方で、かつてのブルターニュの一部である、ロワールアトランティック県はペイドラロワール地域県に、 含まれることになった。この地域圏編成は定期的に論争の種となっている。ブルターニュ王国、ブルターニュ公国、かつてのブルターニュ州、そして現在のブルターニュ地域圏はローマ時代にアルモリカとして知られた地方の西部分にあたる。2010年の調査で歴史的なブルターニュ人口は概算で447万5295人であった。 これらのうち71%の人口がブルターニュ地域圏で暮らしている。残り29%はロワールアトランティック圏に暮らす。2008年時点の都市圏は南都都市圏、レンヌ都市圏、ブレスト都市圏であった。ブルターニュという名称はブルトン語でのブレイズ、ガロ語でのバートンと同様にブリトン人の地を意味するラテン語のブリッタニアから来ている。 この名称は一世紀以降ローマ人がグレートブリテン、より具体的にはローマ支配下のグレートブリテン島に対して使用した。ブリタニアとは古代ギリシャ語のパイローイプシロンタウタウアルファーニューヨタカッパイイまたはローイプシロンタウタウアルファーニューアルファーヨタから来ている。この名称は紀元前320年代にブリテン諸島を旅したマッサリア出身の探検家、ピュテアスが用いた。 ローマ人は、ブルターニュをアルモリカと呼んだ。アルモリカとは、おそらく、ガリア語で、海に面したを意味する、アリモリカから派生した名称である。他に、レタウニアは12世紀まで使われていた。おそらく、広くて平坦、または、拡大するを意味しており、ブルターニュのウェールズ語名リドの語源となった。西ローマ帝国崩壊後、多くのブリトン人がアルモリカに移住し、アルモリカは、 ブリッタニアと呼ばれ始めた。しかし、アルモリカの名は、数世紀間残り、5世紀まで完全に消滅することはなかった。後世になって、ジェフリー・オーブ・モンマスのような作家たちがブリテンとブルターニュを区別するため、ブルターニュを呼ブリタンニア、ブリテンを大ブリタンニアという名称で呼び始めた。ブルターニュにいたガリア語部族カルナクレス赤ブルターニュに人が定住したのは、 旧石器時代後期以降である。最初の定住者はネアンデルタール人だった。この集団は非常に少なく西ヨーロッパ全体で発見されている他のネアンデルタール人たちと告示していた。彼らだけが持つ特徴は独特の文化でコロンバニア文明と呼ばれた。世界で最も古いかまどがフィニステール県のプルイネックで見つかっている。それは45万年前のものである。 ホモサピエンスがブルターニュに定住したのは紀元前3万5千年代である。彼らはネアンデルタール人と交代したか吸収したかしてシャテルペロン文化またはマグダレニアン文化と似たものづくりを地元で生み出した。氷気後期が終わると温暖になった気候により一帯に樹木を追い茂った。当時ブルターニュには比較的大きな人口集団が暮らしており、 彼らは狩猟採集の遊牧生活から土地に定住した農民への生活様式に変わろうとしていた。紀元前5000年代、南や東からの移住者たちが農業を導入した。しかし、ブルターニュで新石器時代の革命は起きなかった。なぜなら人口の急激な変化はあったが、移住は緩やかで技術の交換がなされていたからである。新石器時代のブルターニュは、 巨石建造物が特徴である。時には巨石文明の核となる地方ともみなされている。最古の記念物であるケアンは部族主張の墓であり、かつ列石である。半島南岸のモルビアン県にはこれら構造物が大きな割合を占めていて、カルナック列石や新石器時代の人が建てたものとしては、最大級の一枚岩が6マリアケールの ER グラのメインヒルである。 ハラフミ時代のブルターニュには5つのケルト部族がいた。これらのケルト部族は、当初ケルト人たちと鈴貿易で、強い経済関係で結ばれていた。いくつかの部族は、ガイウス・ユリウス・カエサルによれば、クリオソリタエ、レドネス、カリテス、オシスミー、レモイセス、ウネリそして、アムビバリー部族を集めたアルモリカの連合に、属していた。コルスールノマルス神殿紀元前51年、 ウルターニュは古代ローマの一部となった。紀元前13年にはローマ属州ガリアルグデュネンシスに含まれた。ガリアの町や村はローマの基準に従い再度開発され、いくつかの都市が作られた。これらの都市はキンデート、ベジアム、ダリオティレムそしてコンドビンカムである。ファナム・マーティスと共に、これら都市は地元キウイタスの主要都市であった。都市は、 格子状のグリッドプランや、ローマのフォルムをすべて備え、時には、神殿やバジリカ、公衆浴場、または水道橋を備えていた。ローマ人はこの地方へ通じる3本の主要道も建設した。しかし、ローマ支配下のブルターニュ人口の大半は農村にあった。自由農民は小さな小屋に暮らしていたのに対し、地主や雇い人たちはビンラルスティカに住んでいた。 ガリアの神々が信仰され続け、しばしばローマの神々と同化された。ローマの神々を表す像がブルターニュでわずかに見つかっており、ローマ支配下のガリアの部族たちは、ローマの信仰にケルトの要素を組み合わせていたことがわかる。3世紀、一帯を数度にわたって、フランク族、アラマンニ族そして海賊が襲撃した。同じ頃、地元経済が崩壊し、 多くの農場が放棄された。侵略に直面して多くの町や都市が、なんと、レンヌ、バンヌのように要塞化された。5世紀の終わり、ローマ化したブリトン人たちがアルモリカに移住を始めた。移住の背景についての歴史は不明であるが、中世のブリトン人とウェールズ人の源は、コナンメリアドックとして知られる人物像とつながる。ウェールズ語文学の情報源では、 コナンがアルモリカにローマの略奪者マグヌス・マクシムスと一緒にやってきたと主張する。マグヌス・マクシムスは自らの主張に強制的に従わせるためガリアに配下のブリトン人軍を送り、軍をアルモリカに定住させたというのである。この物語の真実とは関係なく、ケルト系のブリトン人定住地はおそらく5世紀にアングロサクソン人のブリテン侵攻が行われたことで、 増加したのだろう。レオンフルーリオのような学者たちはブリテンからの移住は二つの波があったと推測している。独立したブルトン人の出現を見、アルモリカにブリソン語系、ブルトン語の優位性を確立させたことである。時が経つにつれ、アルモリカではブリトン人植民地が拡大し、中小の王国軍が出来上がった。これらの王国軍は840年代に、 フランク族支配に抵抗したノミノエの下で統一された。移住したブリトン人たちの間から特に農村地域で異教崇拝が残るブルターニュで福音伝道を助ける聖職者たちが現れた。ブルターニュ初代王ノミノエ。1922年にブルターニュ愛国者が創作したエングレービング中世書とブルターニュは3つの王国に分かれていた。ドムノネ王国。 コルヌアイユ王国、そしてブロエルック王国である。これら王国は9世紀の間に統一国家となった。ブルターニュ統合を指揮したのは845年から851年まで王であったノミノエで、ブルトン人によりペーター・パトリエとみなされている。彼の息子エリスポエは新たなブルターニュ王国の独立を確立し、ジュングランの戦いでシャルル大胆王を退けた。 867年の別の戦いでもブルトン人が勝利し、王国は国土が最大に達した。王国はノルマンディの一部、メーヌ、アンジュそしてチャンネル諸島を受け取っていた。10世紀諸島、ブルターニュはバイキングの激しい攻撃を受けていた。王国は東側領土のノルマンディー、アンジュを失い、909年にはなんと白領が 安住フルク一世に与えられた。しかしなんとは914年にバイキングが占領した。937年にアラン2世がなんと解放した。アラン2世は完全にバイキングをブルターニュから追い出し、強力なブルトン人国家を再建した。彼はフランス王類4世に真珠の誓いを表し、こうしてブルターニュは王国ではなく広告となった。 ブルトン人騎士とブルボン家騎士の馬上槍試合。バーテルミーデックのミニアチュールより、幾人かのブルトン人領主が、ノルマンディー公、ギヨームのイングランド侵攻を助け、軍港によってイングランドに広大な所領を授かった。こうした領主の一部が非常に力を持つようになり、中世のブルターニュは、統一国家からほど遠かった。フランス王は、 ブルターニュ宮廷内に施設を維持し、ブルトン人領主としばしば重複して同盟を結んだ。ある特定のブルトン人には良心というものがなかった。例えば、ブルターニュは13世紀に公用語としてのフランス語をラテン語に置き換えた。フランス王国が公用語をラテン語と定める300年も前である。そしてブルトン語は国の公用語として、 正式な地位を持つことがなかった。広告の外交政策は何度も変更され、代々の公爵は平時には独立を保っているが、しばしばイングランド、またはフランスと同盟を結んだ。14世紀の間、各国へのブルターニュからの支援は非常に重要になっていった。なぜならば、その後イングランド王がカペー家の子孫としてフランス王位を請求するようになったからである。 ブルターニュ継承戦争は、100年戦争の代理戦争とみなされる、フランスの支援を受けるブロアケと、イングランドの支援を受けるモンホールケとの争いだった。モンホールケが1364年に勝利し、同家出身のジャン4世が、ブルターニュ公と認められ、100年戦争の終わりまで、広告は完全な独立の時代を送った。戦争の結果フランスが弱体化して、ブルターニュ宮廷に、 施設派遣しなくなったからである。ブルターニはジャン4世の長男ジャン5世、二人の息子、フランソワ1世とピエール2世の知世では、フランスと協調しながら、独立を保持、ジャン5世の弟アルトゥール3世は、行為を継ぐ前は、フランス王国大元帥として活躍していたが、フランソワ1世、ピエール2世兄弟の重帝フランソワ2世の代で、フランス王類11世と衝突した。 ルイ11世の息子シャルル8世とも対立し1488年のクルッタ戦争でブルターニュ軍はフランス軍に敗北したが原因は内部分裂にあった。当時一部のブルトン領主はフランス側について戦っていたのである。アンヌ・ド・ブルターニュ、クルッタ戦争の後フランスワ2世は娘のアンヌをフランス王の同意なしに結婚させることができなくなった。 それにもかかわらず、女子となっていたアンヌは1490年に、ハプスブルク家のマクシミリアン公子と結婚した。しかし、ハプスブルク家との政略結婚がフランスとの深刻な対立を招き、シャルル八世は、レンルを包囲し、結婚を取りやめさせた上、直ちにアンヌと結婚した。シャルル八世が急成すると、アンヌは、シャルルの後継者でいとこである。 ルイ十二世と結婚しなければならなかった。アンヌは、ブルトン人の独立を取り戻すことができないまま1514年に、母子2カ国間の統一が正式になされたのは、フランソワ一世の時代、1532年であった。アンヌ女皇の娘クロード王女を王妃とする、フランソワ一世は、ブルターニュに、遠征の免除などいくつかの特権を授けた。15世紀から18世紀にかけ、 ブルターニュは経済的な黄金時代を迎えた。ブルターニュはスペイン、イングランド、オランダとの回路上に位置し、それがフランス植民地帝国の恩恵を大幅に受けることになった。ブレスト、サンブリューといった地元の開港は急速に拡大し、ロリアンの街が17世紀に作られた。サンマロは当時フランス海賊の地として知られ、ブレストはフランス海軍の主要基地であった。 そして、なんとは、大西洋奴隷貿易で栄えていた。ブルターニュの内陸は、ヘンプのロープ、穂の素材である、キャンバス生地、リネンのシーツを提供していた。しかし、多くの工場の設置を奨励していた、コルベール主義は、ブルターニュでの産業流星を好まなかった。王立工場の大半が、他の州で開設されていたからである。さらに、 普通英間の対立が取引を抑制させた。ブルターニュ経済は18世紀の間、不景気に陥った。重要な二度の反乱が17世紀と18世紀に起きた。1675年のンシ税一期と、1719年のポンカレックの陰謀である。どちらも中央集権体制に抵抗しようとする、試み、法律上ブルターニュは税を免除されているという、 主張から発生していた。1792年、カンペールの国民衛兵隊に逮捕されるフエナンの反乱者たちブルターニュ国が法的に廃止されたのは、フランス革命中の1789年だった。廃止後、ブルターニュは5つの県に分割された。ブルターニュはべての特権も失った。3年後、シュアヌリー反乱ただ中のブルターニュは、 革命政府に対する応答派及びカトリックの抵抗運動の中心となった。19世紀、ブルターニュの経済は停滞したままであった。多くのブルトン人がフランス国内の立ち方、特にパリへ移住していった。この傾向は20世紀初頭まで顕著であった。それにもかかわらず、ブルターニュの近代化も進められ、新しい道路や鉄道が建設され、 いくつかの場所が工業化された。なんとは造船業、食品化工業が専門であった。フージェールはガラス製造と製菓業、シャトーブリアンとインザンザックロクリストのような小都市では金属化工業が行われていた。ブルターニュではカトリック信仰が根強く、フランス第二帝政時代に保守的な価値が強く、主張された。1871年に共和制が復活すると、 不ふ戦争中に、ブルトン人は、共和制への脅威であるとの恐れから、ブルトン人軍が信頼されず、コンリー中トン地で不当に扱われたという噂が流れた。1942年、サンマロを空爆するイギリス空軍19世紀、ブルトン語が急速に衰えていった。フランス第三共和制時代のフランス語化政策、導入が要因であった。一方、ブルトン人の子供たちは、 学校でブルトン語を話すことが禁じられ、もし話せば教師に罰を与えられた。有名なのはブルトン語を話すことと床に唾を吐くことを禁止すると学校で罰則が読み上げられていたことである。他方ではラテン語のようにブルトン語はカトリック教会の影響下に置くための言語だとみなされていた。特に女性にとってフランス語を習得することは 教会の影響から自らを解放することと同じであった。その結果、ブルトン語を母語とする人々は、自らの言語を恥じるようになり、ブルトン語を話すこと、子供たちに教えることを避けるようになった。こうした要因が、ブルトン語の衰退を招いた。1978年のアモコカディス号、原油流出事故は、ブルターニュの人々に深い傷を残した同じ時期、ケルト復興運動が、 地域政党であるブルトン地域主義連合の創設を促し、後にはアイルランドの独立運動や連合王国内でのウェールズ、スコットランド自治政党、そしてハンケルト主義と結びついた。しかしこうした運動に賛同する人々は非常に少なく、彼らの理想は20世紀まで体制の賛同を得られなかった。1923年に生まれたセズブルール運動は、 ブルトン芸術復興を許した。しかし、ナチズムとの関係と、第二次世界大戦中のブルトン国家党の利的協力で、戦後にブルトンナショナリズムは下火になった。第一次世界大戦で、ブルターニュ出身の24万人の男性が死亡した。第二次世界大戦もブルターニュに壊滅的な被害を与えた。1940年に、ナチスドイツが占領し、 1944年8月のコブラ作戦後に解放されたのである。しかし、サンナゼールとロリアン周辺地域だけが抵抗し、ドイツ本国の降伏から数日後の1945年5月10日と11日に降伏した。二つの都市ブレストとサンマロは空襲で完全に破壊されていた。そして、なんとヤレンヌのような他の都市も被害を受けていた。 1956年、かつての広告の首都であったなんととその周辺地域を除いて、ブルターニュは、ブルターニュ地域圏として再編された。だがブルターニュはその文化的特性を維持しており、1960年代と1970年代には、新たな文化復興運動が出現した。ブルトン語とフランス語で授業を行う二言語学校が開校し、歌手たちが、 ブルトン語で書いた歌を歌い始めた。アモコカディス語原油流出事故のような環境災害、そして牛の飼育の集中による水質汚染といった事件が自然遺産を保護する新たな運動を促した。政治的に独立した実態としてのブルターニュは1790年に消滅し5つの県に分けられた。ブルターニュの県は多かれ少なかれ、 中世に誕生した9つのカトリック司教区に対応したものだった。これらはしばしば国や地方を意味するペイズと呼ばれ、財政と軍事の管区でもあった。ブルターニュは、ブルトン語が話される西半分を、バスブルターニュ、伝統的にガロ語が話される東半分を、オートイコールブルターニュとに分けてきた。歴史的なブルターニュの司教区は以下のものである。フランス革命中、 4つの司教座が抑圧され、残った5つの司教座が県と同じ行政上の境を持つよう修正された。広告末期の代々のブルターニュ公が住まいとしていた、ブルターニュ公爵上ブルターニュにはいくつかの歴史的な首都がある。独立した広告であった時、議会と比較されるエタドブルターニュは様々な町で開催された。ディナン、プロエルメル、ルドン、レンヌ、ビトレ、ゲランド、 ほとんどすべて開催された、なんと、そしてバンヌである。裁判所と政府も非常に機動力があり、行為についた、どの家系も自らの城と荘園を好んだ。ブルターニュ公はほとんどを、なんと、バンヌ、ルドン、レンヌ、フージェール、ドルイコールドブルターニュ、ディナン、そしてゲランドで暮らした。興味深いことに、バンヌを除く、残りの町すべてが、 ブルトン語地域でないオートイコールブルターニュに属する。すべてのこれらの町の中で、なんととレンヌ、バンヌだけが規模が大きく、実際に人として好ましかった。ブルターニュ公は、レンヌで即位し、レンヌに大きな城を持っていた。しかし、レンヌの城は15世紀に破壊されてしまっている。一方でバンヌには、フランス併合まで、会計局と三部会が置かれていた。サン会は、 その後、レンヌに会計局は、ナントに移された。ナントは、ブルターニュ港の都市の別称を持ち、最後のブルターニュ港たちが、高級的な住まいとしていた。中心部には、今もブルターニュ港尺城が残る。現在、レンヌは、地域圏ただ一つの主婦である。また、ブルターニュとペードラロワール地域圏を総括する、教会管区もレンヌに置かれている。ブルターニュ地域圏は、 歴史的な、ブルターニュの4県で構成される。ライトブルーで、色分けされた、ロワールアトランティック県はペイドラ・ロワール地域県の一部で、ある、フランス革命の間、ブルターニュは5つの県、コート・デュノール県、フィニステール県、イルイコール・イコール・ビレ県、ロワール・アンフェリュール県、モルビアン県に分割された。それぞれが3つから4つの軍が設置された。軍はさらにお号里に分けられ、 小郡は一つまたは複数のコミューンで構成されている。コミューンと県は住民によって選出される地方議会を持っている。しかし軍と小郡は選出された議員によって運営はされない。小郡は県議会選挙の選挙区としての役割を果たしており、軍はフランス大統領によって任命された副知事によって運営される。フランス大統領はまた各県の知事も任命する。 小さな県が数多くあるのはフランス政府が20世紀の間に地域県を広く設定しようとしたからである。ブルターニ愛国者たちにとって政治的、行政的な実態としてのブルターニを再現する機会であった。しかし新しい地域県は経済的に効率化されなければならなかった。なんとドロワールアトランティック県はブルターニの中心から離れており、ブルターニ半島よりも ロワールガー渓谷との統合が考えられた。フランス政府と地元政治家たちも、なんとかその多くの人口とかつてのブルターニュの首都としての地域から地域圏の機関と投資を得ようとレンヌと、有害な競争をし続けるだろうと恐れている。フランスの地域圏構想はいくつか1920年代から提唱されていた。地域圏は1956年に現実のものとなった。 新たなブルターニュ地域圏には4つの圏が入り、ロアールアトランティック圏は、アンジュの一部、メーヌやポワトゥーと共にペイドラ・ロアール地域圏として編成された。1972年、選出された地方議会と共に、地域圏は現在の自らの能力を受け入れた。これ以後、ブルターニュ地域圏は、地域圏議会をもって、行政機関となっている。 ようこそ、歴史的なブルターニュへと示された、ロアールアトランティック圏の道路標識ブルターニュ地域圏が設置されたとき、幾人かの地元政治家たちが、ロアールアトランティック圏の除外に反対し、疑問が残っている。統一への障害は1956年のときと同じである。ブルターニュの中に、何頭を抱えることは、レンヌに悪影響を及ぼす、可能性があり、 バスブルターニュとオートイコールブルターニュ間の経済、不均衡を生み出すことになる。さらに、ペードラロアール地域圏は、ロアールアトランティック圏なしには存在し得なかった。なぜなら、政治的、経済的中心地を失ってしまうからである。ロアールアトランティックなしで、他の圏だけでは、効率的な地域圏を形成することはないであろうし、サントルイコールバルドロアール地域圏や、 ポワトゥーシャランと地域圏のような近接の地域圏と統合しなければならなくなるだろう。しかし、2008年以降のブルターニュ地域圏議会や2001年以降のロアールアトランティック圏議会は統一を支持している。元南都市長でフランス元首相であるジャンマルクエローのような一部の政治家たちは、ブルターニュ地域圏とペドラ・ロアール地域圏を包括する。 グランウエスト地域圏を代わりに創設することを望む。世論調査では、ブルターニュ住民の58%、ロワールアトランティック県民の62%が再統一を望んでいる。20世紀後半まで、ブルターニュはカトリック信仰が根強く、保守的な風潮が特徴だった。しかし、サンナゼールやロリアン、トレギエ周辺の工業地帯は、伝統的な社会主義者、 共産主義者の画像である。主に、フランス社会党と緑の党といった左翼政党が1970年代以降ますます協力になっており、彼らは2004年以降のブルターニュ地域県議会で多数派となっている。ロアールアトランティックとイルイコールイコールビレの県議会も2004年以降左翼が与党である。フランス社会党は1976年以降、 コートイコールダルモール県議会の与党で、1998年以降のフィニステール県議会でも同様である。一方、モルビアン県は今も右翼の画像である。地域政党は地域県議会や他の地元議会に議席を持つブルートン民主同盟を除けば非常にわずかな支持者しか持たない。地域へのより大きな自治の提唱はフランス社会党の主張と非常に近い。 また強力なエコロジー志向も持つ。ブルターニュの極右政党支持者は、フランスの他地域と比べれば低い。トレガステル近郊のコートドグラニローズブルターニュは、フランス最大の半島である。およそ34,030平方キロメートルであり、北西及び大西洋に向かって突き出している。北は、イギリス海峡、南は、ビスケー湾、西海岸とウェサン島との間には、 色あわせ遣いがある。ブルターニュの海岸は、多くの崖やリアス式海岸、岬のある非常に入り組んだ形状である。モルビアン湾は45の島々を持つ広大な、天然光で、ほぼ、外目と隔てられた内海と言っていい。合計で、800前後の島々が、今度の沖合にある。最大の島は、南部沖合のベルイルアンメールである。 ブルターニュは 2860km 以上の海岸線を持つ。これはフランス全土の海岸線の一三3を占めている。ブルターニュは総じて丘がちである。なぜならば、ノルマンディやペイドラ・ロワールにまで伸びる古いアルモリカ3階の西端に当たるためである。この継続性のため、ブルターニュとフランスとの境界線には、ブルターニュとノルマンディの境となるクエノン川から遠くなれば、 何の、はっきりとした目印もない。モンダレ周辺、ユンエレのボグアルモリカ3階は、ブルターニュの外側、マイエンヌ県で最高標高の417メートルに、達し、西側で、ノアール山地とモンダレとに分かれるまではまっすぐに西へ、向かって斜面が続く。ブルターニュで、最も標高の高い丘は、モンダレにあるロック、エイチルズで385メートルである。 海抜約384メートル地点で最高点に達するいくつかの近隣の丘によって密接に続いている。沿岸地域は通常アルモルまたはアルボルと呼ばれ内陸部はアルゴートと呼ばれている。最高の土壌はかつて原始の大森林に覆われていた。この大森林は中世の間徐々にボカージュに置き換えられていた。ブルターニュのボカージュは 厚い毛垣で囲まれた小さな農地で1060年代までにほとんどが消滅してしまった。特に機械化に合わせ現代的な農業のニーズや手法に合わせるためであった。パンポンの森のようないくつかの森がまだ残っている。パンポンの森はアーサー王伝説に登場するブロセリアンドの森であると時に言われている。不毛で岩だらけな地域は広大なヒースやムーアで覆われている。 ブルターニュには、ブリエールのようないくつかの湿地があり、地域圏自然公園となっている。他の地域圏自然公園は、モンダレや、イロワーズ海の海岸地帯を含む。イロワーズ海はユネスコ生物圏保護区でもある。ブルターニュ及び、フランスの最西端である、ラ・ミサキ・ブルターニュ半島は、現世代のカドミア造山運動の間に現れ、ガンガンとフージェールの間の北の海岸線を、 形成した。南部はヘルシニア、作り山運動の際に出現した。同じ頃、激しい火山活動が花崗岩を大量に残した。カドミア、作り山運動とヘルシニア、作り山運動の間、ブルターニュは幾度か海面下に潜り、ほとんどが変岩と砂岩である、化石や堆積岩を海が残した。石灰岩質を書いているので、ブルターニュの土壌は通常酸性である。 アルモリカ山海は、まっすぐになり、ピレネー山脈やアルプス山脈ができる過程で、幾度か平坦にされた。海面上昇や、気候の変動が強い侵食につながり、さらに堆積岩の形成があった。変成作用が、ブルターニュ独特の青色変岩や、グロア等の愛染意志と緑、すだれ石で構成される、豊かな仮想度を生む原因となった。 第4期の氷河作用の間、ブルターニュは、オードで覆われ、川の流れが、中積堆積物を伴って谷を埋め始めた。谷そのものは、アフリカプレートとユーラシアプレート間で生じた強力な地殻変動の結果である。現在のブルターニュの風景は、100万年前の形状を残していない。ブルターニュの仮想度は、膨大な量の地形学的断裂によって、特徴づけられる。 この断裂は数百万立方メートルもの水を含む大規模な耐水層を形成する。ブルターニュは北の温帯内にある。コーンウォールに似た変わりやすい海洋性気候である。降雨が定期的にあるが、雲のない晴れた日も普通にある。夏季には地域圏の気温は摂氏30度に達するが、ロワール川南部にあるフランスの地域圏と比べれば、特に 過ごしやすい。夏と冬の温度差は約摂氏15度である。しかしその気温差は海に近い場所か遠い場所かで異なる。天候は総じて内陸部より海岸部は穏やかであるが、降雨量は同じ強度である。標高が低いにもかかわらず、モンダレは地域圏内でどこよりもはるかに降雨が多い。ロリアンとポルニック間のブルターニュ南海岸は 年平均2000時間以上の日照時間に恵まれている。水面近くまで浮かび日光浴をするマンボウ。パンマールの数マイル沖で、ブルターニュの野生動植物はいくつかの優秀性で、フランス特有である。一方、長い海岸線を持つためブルターニュは豊富な海洋性動植物、フランスの他地域では見られない一部の鳥類がいる。他方、内陸で見つかる種は、 フランス国内で一般的な種である。ブルターニュは半島で種の数は東部よりも生端の方が少ないのである。多様な海鳥が海辺の近くで見られ、そこにはウ、セグロカモメ、大橋海ガラス、シロカツオドリ、海ガラス、ニ質のメドリのコロニーがある。これらの鳥類は隔絶した島や岩の上で繁殖するので観察が困難である。内陸部は 一般的なヨーロッパ在来種、キジ、ツバメ、ヤマシギ、アマツバメ、ヤマウズラの住処である。ブルトンウマコーンウォール、ウェールズ、アイルランドのように、ブルターニュの海水は、ウバザメ、ハイイロアザラシ、オサガメ、イルカ、ネズミイルカ、クラゲ、カニ、ロブスターを含む海洋動物が引き寄せられてくる。バスは沿岸沿いで一般的である。 花かけトラザメは大陸方で生息し、そこだらとアンコウは深海に生息する。川に生息する魚には、マス、大西洋サケ、ノーザンパイク、ヤツメウナギが含まれる。ブルターニュの河川にはビーバー、カワウソが生息する。いくつかのアメリカからの外来種に生態系を破壊し、ユーラシアミンクの絶滅を加速させたヌートリアがいる。無脊中動物として、カンペールカタツムリ。 炭水新寿街、白爪ザリガニがブルターニュに生息する。近現代に入って絶滅してしまったブルターニュの大型哺乳類に狼がいる。現在、哺乳類にはノロジカ、イノシシ、キツネ、ノウサギやコウモリがいる。ブルターニュは地元のニウマ品種であるブルトンウマ、そしてフレンチブリタニースパニエルで広く知られている。地域圏には牛の在来種があり、 その一部は絶滅の危機に瀕している。フロマンデュレオン種、アルモリカダネ、ナント種がある。ブルターニュの森、砂丘、ムは、出現はいくつかの象徴的な植物、地方特有のゴジアオイ、シオン、リナリアといった種の生息地となっている。更新するサンシール陸軍士官学校の代替ブルターニュの教育システムは、フランス他地域と同様である。 19世紀より以前の正式な教育は特権階級のために維持されていた。1460年以前、ブルターニュには大学がなかった。ブルターニュの学生は大学のあるアンジェ、ポアティエ、またはカーンに行かなければならなかった。なんと大学はフランスからのブルターニュ独立を肯定したかった。ブルターニュ公フランスは2世によって創設された。伝統的な科目、芸術、 哲学、法学、医学はすべてそこで教えられていた。17世紀に南都大学にはおよそ1500人の学生がいた。18世紀になって南都大学は衰えた。南都は大西洋奴隷貿易で栄え、文化機関に何の注意も払わなかったからだった。とうとう市長は大学に文化と科学により洗練できるレングへの移転を打診し、 1735年以後学部は徐々に移転していった。移転はフランス革命によって中断させられた。フランス国内のすべての大学は1793年に廃止された。1808年、ナポレオンがフランス教育制度を再編した。彼は大学を新設し、二つの中東教育機関を考案した。コレージュとリスである。 これらが青少年を教育するため数多くの町で開校し新たなエリートを育成した。19世紀新たな連合大学が徐々に再編された。その間、いくつかの法律が学校、特に少女たちを教育するための学校設置を奨励した。1882年、ジュール・フェリーはフランス国内での初等教育を無償化し、非宗教化させ義務教育とする。 法案通過を成功させた。こうして、授業料のいらない学校が、ブルターニュのほぼ全ての村々で開校した。ジュール・フェリーは、共和国の言語としてフランス語を確立させる、教育政策も推進させた。そして、義務教育は、地域言語や方言を根絶させることを意味していた。ブルターニュでは、児童が、ブルトン語、または、ガロ語を話すことを禁止され、 この二つの言語は話されなくなっていった。ブルトン語を根絶させることを目的として、屈辱的な観光が行われ、こうした風潮は1960年代後半まで、公立学校でまっていた。1977年、イマージョンプログラムによって、ブルトン語を教えるワン学校が創設された。そこでは、小学校から高等学校までの数千人の児童、学生が教わってきた。 ティワン学校は学校の試験での高レベルな結果から、ますます名声を高めている。1979年以降、二言語教育は一部の公立学校でも導入され、一部のカトリック系学校も1990年以降、同じく行っている。また、ペイドラ・ロワール地域圏と共に、ブルターニュ地域圏は、およそ1400校のカトリックの私立教育校がある。 カトリックの強力な取りである。20世紀の間、第3期の教育が1919 19年のエコール、サントラルド・ナント、1961年のナント大学、1962年のイースシー、ブルターニュ・ブレスト、1971年の西ブルターニュ大学、1995年の南ブルターニュ大学といった各学校創設で発展した。アンジェに 本校のあるカトリック・ドゥエスト大学も、いくつかのブルターニュの町に公開講義を設けた。1969年、レンヌ大学は、レンヌ第一大学とレンヌ第二大学に分割された。第二次世界大戦後、フランス第一の陸軍士官学校、サン・シール陸軍士官学校が小駅団に移転した。かつて世界最大級のクルーズ客船であった、クイーン・メリー2号は、 サンナゼールで建造されたロリアン。なんと、サンナゼールといった一部地域から離れれば、ブルターニュの工業化は進んでいない。今日、漁業と農業が重要な経済活動のままである。ブルターニュには4万以上の農業の市場開拓が行われ、そのほとんどが牛、豚、課金の飼育、そして穀物と野菜の生産である。開拓は減少傾向にあるが、 その結果としてより大きな農場に統合されている。ブルターニュは国内における第一の野菜生産地である。穀物生産は大半が牛の飼料用である。ワイン、特にミュースカではなんと南部の狭い地域で生産される。ブルターニュは漁業においてもフランス第一の地域である。およそ9000人が漁業に携わり、60以上の企業が魚や 魚介の加工業で働いている。ルギルビネックから出港するトロール漁船比較的新しいものでは、ブルターニュの工業が1980年代から絶えず成長している。食肉や野菜の食品加工は工業の1、3を占めるが、残りの経済活動も地域経済にとって重要である。商業と軍事の両分野にまたがる造船はサンナゼール、ロリアン、 ブレストにしっかりと根付いている。エアバス社のプラントがサンナゼールとナントに、プジョーがレンヌに広大な工場を持つ。ブルターニュは電気通信業において国内第2位エレクトロニクス部門においては国内第5位の地域圏でこの2分野はレンヌ、ランニ、オン、ブレストで主に発達している。観光業は海岸部で特に重要であり、 ブルターニュはフランスで最も観光客の多い地域の一つである。ブルターニュの失業率はフランスの他地域圏と比べると低い。失業率は通常、労働人口のおよそ6%または7%である。2007年に始まった世界金融危機のため失業率はブルターニュ地域圏で8.7%に上昇し、 ロアールアトランティック圏では2012年後半に8.4%に達した。しかし、上記の結果はフランス国内の平均失業率を下回っていた。建設業、工業、ケータリング、または輸送業といった一部の経済活動は常に従業員を探すのに困難を伴っている。2009年、ブルターニュ地域圏の GDP は820億ユーロに達した。 これにより、フランス国内7位の裕福な地域圏であり、国全体の GDP の4.4%を創出していることになる。ブルターニュ住民1人当たりの GDP は2009年におよそ25,739ユーロであった。これはフランス人1人当たり GDP29,897 ユーロよりも低かった。 しかし EU の一人当たりの GDP23,500 ユーロより高かった。ロワールアトランティック圏の GDP はおよそ26億ユーロで、5つの歴史的なブルターニュの圏の GDP 総額はおよそ1,080億ユーロとなった。ブルターニュ地域圏最大の人口を抱えるレンヌ。歴史的なブルターニュの中では、なんとに次ぐ人口を持つ2012年。 ブルターニュ地域圏の人口は概算で三百十九万五千三百十七人。ロワールアトランティック圏はおよそ百三十万三千百三人。そうすると、歴史的なブルターニュの人口は概算で四百五十五万二千九百十八人となり、これまでの歴史上最大の人口となった。九百九十九年から二千年の間で、ブルターニュ地域圏人口は零点九パーセント増加し、 増加率は、ビルイコールエイコールビレ県とモルビアン県で1%以上に達した。レンヌ周辺地域とブルターニュ南部は、中央部や西端部分で人口が減少しているのに、対して、さらに人を引きつける地域である。都市圏のほとんどで人口が増えているものの、ブレストやローリアン、サンブリュー、サンマロといった都市そのものは停滞するか対抗する、傾向にある。2008年、 イルイコールエイコールビレ県の人口は96万7588人で、ついで、モルビアン県が人口71万34人、フィニステール県89万509人、コートイコールダルモール県58万1570人であった。地域県内の主要都市の内チレンヌは20万6655人、ブレスト14万2097人、 カンペール63,929人、ロリアン58,148人、バンヌ52,983人、サンマロ48,211人、サンブリュー45,879人であった。他のコミューンすべてが人口2万人以下であるブルターニュは、ビトレ、コンカルノー、モルレー、オーレといった小さな町が、 コミューンの大多数を占めるのが特徴である。ロアールアトランティック県には主要都市が2つあり、なんとは人口283,288人で、その都市圏は873,133人の人口が取り巻いている。サンナゼールの人口は67,031人である。ロアールアトランティック県の人口はブルターニュ、地域圏よりさらに急速に伸びており、 国内で12番目に人口が多い県である。1851年、ブルターニュはおよそ270万人の人口があった。そして、人口増加率は20世紀半ばまで低いままだった。これは、移住が主だった原因である。ブルターニュの人口は1962年に320万人で、この伸びは、ロワールアトランティック県の人口増加、なんとの顕著な伸びによるものだった。 ロアールアトランティックの存在なしでは、1962年のブルターニュ人口はたった240万人で、1851年には230万人であった。1960年代以降、地域圏全体で強力な人口増加が見られた。これは、ブルターニュより豊かな国内た地域圏へ移住する伝統的な流れが減少したからである。代わりにブルターニュは、家族世帯、 早期退職者、年齢35歳以上の労働人口に特に魅力的となってきている。ブルターニュは外国人在住者が強い割合を持っていない。フランスに帰化した人々とともに外国出身者はブルターニュ全人口のおよそ2%を占める。外国出身者の出身国は主にイギリス、ポルトガル、スペインといったヨーロッパ、そしてモロッコ、アルジェリア、ベトナム、 コートジボワール、セネガルといったフランスの給食民地、そしてトルコとなっている。ブルターニュのアイデンティティを表すものの一つ、独特な頭飾りであるビグダウンを身につけたブルトン女性たちブルトン政党は幅広い支持を得ておらず、彼らの選挙における成功は小さなものである。しかし、ブルトン人たちは強い文化的アイデンティティを持つ。 2008年の世論調査によると、ブルターニュ地域県住民の50%が自らをフランス人であるとともに、ブルトン人だと考えており、22.5%はフランス人であるよりもブルトン人だと感じている。自らをブルトン人だが、フランス人でない考える人は少数派で1.5%、一方で9.3%が自らがブルトン人であると全く考えていない。 世論調査の回答者の51.9%がブルターニュがさらに政治的権力を持つことを支持し、31.1%が現状のままで良いと考えている。独立を望むのはわずか4.6%で、9.4%は考えが不明であった。歴史的なブルターニュ語圏で実現した2012年の世論調査では、 回答者の48%が自らをまず最初に、ブルターニュに属すると考え、フランスに属すると考えるのは37%、ヨーロッパに属すると考えるのは10%だった。ブルトン人アイデンティティは35歳以下の若い、人々の間で強いことも判明し、彼らの53%は、自らがまずブルターニュに属すると考えていた。一方、年齢層が、 上の回答者の50%が自らはまずフランスに属すると考えていた。ブルトン人意識は65歳以上の回答者の中で最も低かった。58%が自らはまずフランス人だと考えていた。ヨーロッパ人意識も高齢者の間で高く、65歳以上の回答者の21%が自らをまずヨーロッパ人だと考えていた。 最終的に、ブルトン人意識は、左翼支持者の中でさらに高く、高資格の人々よりも労働者の間で高い。色分けされているのが、伝統的に、ブルトン語が話されている、バスブルターニュ。グレーに色分けされているのが、ガロ語が伝統的に話されている、オートイコールブルターニュ。色合いの変化が、ガロ語とフランス語の進行を表し、 9世紀から、ブルトン語地域が押されているのがわかる。フランス共和国唯一の公用語はフランス語であり、今日のブルターニュでは誰もがフランス語を話している。そしてほぼブルトン人全員がフランス語を母語としている。それにもかかわらず、19世紀以前、フランス語は広く知られてはいなかった。ブルターニュには2つの地域言語、ブルトン語とガロ語が存在している。2つの言語は、 言語の国境線で区切られており、その境は中世以降絶えず、背後を移動させられてきた。実際の境は、イギリス海峡上のプルアから、ビスケー湾上のュイ半島まで伸びている。言語の発祥と慣習のため、ブルトン語とガロ語は、スコットランドにおけるスコットランドゲール語と、スコットランド元に比較することができる。どちらの言語も、2004年以降、ブルターニュ地域県議会より、 ブルターニュの言語と認定されている。ブルトン語カンペールの街角に掲げられている二言語の道路標識。伝統的なブルトン語地域であることがわかるブルトン語はコーンウォール語やウェールズ語、ブリトン語に最も密接なケルト語である。ブルターニュがフランスに併合される春ル前、13世紀以降のブルターニュ広告の第一の行政言語はラテン語に代わってフランス語だった。 ブルトン語は庶民の言語として残っていたが、中世以後、ブルジョア階級、貴族、そして高位聖職者たちはフランス語を話していた。19世紀と20世紀の政府は政策として義務教育制度を作り、同時期に学校でのブルトン語使用を禁止し、非フランス語話者をフランス語教育を行う学校に押し込めた。それでも、 ブルターニュ西部の住民の多くが1960年代までブルトン語を話し続けていた。1970年代、ブルトン語で教育を行う学校が開校し、地元当局がブルトン語使用の奨励を始めた。親が子供にブルトン語を教えるのをやめていたため、言語が絶滅の危機に瀕していたのだった。1950年頃には、ブルトン語話者は100万人以上いたが、 21世紀の最初の10年間でおよそ20万人にまでは社数が減少し、和社の61%が60歳以上を占めている。ブルトン語はユネスコの危機言語のレッドブックによって厳しい絶滅の危機に瀕している言語として分類された。しかし、二言語教育学級に在籍する児童数が2006年から2012年までの間に全体の33%、 14709人に達した。ブルトン語にはいくつかの方言がある。正確な方言の限界がなく、むしろ方言連続体を形成している。方言のほとんどが互いによく似ており、いくつか音声と語彙的相違があるのみである。三つの主要方言は、ブルターニュ聖誕で話されている。カンペール周辺のコルルアイユ方言。 サンポルドレオン周辺のレオナール方言、トレケー周辺のトレゴロは方言である。反対に、バンヌ周辺で話される、バンヌテ方言は最も異が認められる方言である。ガロゴレンヌと同じく、ブルターニュ東部のイルイコールエイコールビレ県にある町、パルセの境界標識。上がフランス語表記で、下がガロゴ表記。ガロゴ話者のほとんどが、ガロゴの書き方を知らないため、 ガロ語の標識は非常に稀である。ガロ語はブルターニュの東半分で話されている。ロマンス語の系統であるオイル語に属し、特に語彙の中にケルト語の影響がいくらか見られる。ブルトン語とは異なり、ガロ語は奨励されてきた長い歴史を持たない。今もって貧しい農村の言葉と認識されている。さらに、ガロ語との類似性からフランス語が ブルトン語地域よりもオートイコールブルターニュにおいて主要言語としてさらにたやすく地位を築いているのである。ガロ語は方言化言語というよりも話し言葉としてのフランス語が誤って話されているものだと考えられてきた。親から子へのガロ語の継承はさらに低い確率で標準語化に向けた取り組みやガロ語の本の出版が進められているが言語の衰退や威信の欠落が止められなかった。 ガロゴは、ブルトン語の言語復興運動にも脅かされている。なぜならば、ブルトン語はかつて、ブルトン語地域でなかった場所でも主要言語として、地位を得ており、とりわけ、ブルトン語は、ブルターニュの民族的言語として表されているから、ガロゴにとって同じ地位を獲得する余地がないのである。20世紀より前は、ガロゴは、書き言葉として存在していなかった。 そして書き方がいくつか生み出された。しかし、ガロゴの書き方は住民にわずかしか知られておらず、ガロゴの標識は流暢に話すものですら読むのが難しい。ロアールアトランティック県では、ガロゴは地元当局によって全く奨励されてこなかった。多くの人々は、ガロという名称すら知らず、書き方があり出版物も,もあることすら思いもしなかった。 ガロゴア社のコミュニティは外算で28,300人から20万人の間である。ガロゴは特にいるイコールエイコールビレ県で一部の学校、高校、大学で任意単位として教えられている。彫刻されたキリストハリツキ像はバスブルターニュの多くの村で見つけることができる。ブルトン人は主にカトリック教徒でキリスト教の布教はガロローマ時代とフランク王国時代に行われた。 ブリトン人のブルターニュ移住の時代、ウェールズ人のキリスト教宣教者が主体となって、ブルターニュに伝道し、司教座を創設した。彼らは、ブルターニュ創設7聖人として知られている。その他の注目すべき福音者には、ギルダスとアイルランドの聖人、コラムバがいる。合計で、ブルターニュには300人以上の聖人がいる。少なくとも19世紀以降、 隣接するペイドラ・ロワール地域圏と共に国内で最もカトリック信仰に厚い地域圏の一つである。カトリックの私立学校に在籍する学生の割合が国内で最も高い。ブルターニュの守護聖人はイエスの母、マリアの母である聖アンナである。しかし13世紀の聖職者、ケルマルタンのイブも守護聖人とみなされている。彼の祝日は5月19日で、 ナショナルデーとして、ブルターニュの日とされている。ロクロナンの礼拝堂とキリスト貼り付け像多くの独特の伝統や習慣が、ブルターニュに残されている。その中の一つ、パルドン祭りは、庶民のカトリック信仰のうち最も伝統ある、行進である。パルドンは、バスブルターニュの一部の村で、教区の聖人の生命祝日に行われる、国会である。 国会者は礼拝行進の形をとり、彼らは教会、または聖なる場所を聖人にゆかりのある者と一緒に練り歩く。一部のパルドンは、その長さで評判が高い。パルドンは最後に皆でごちそうを食べて締めくくられ、人気のある祭りである。プルディリにある彫刻された暗空非常に古い純芸であるトロブレースがある。これは、ブルターニュ創設なら聖人の墓を順番に、 ウルター入中を歩いて巡礼する。歴史的に巡礼は一往復で行われた。しかし現在では巡礼は数年かけて回るコースで完成する。2002年トロブレースにはウェールズへの特別な巡礼が含まれた。ウェールズ出身の聖人ポル、ブリング、サムソンの旅を反対方向に象徴的に行われたのである。最も力強い民族的な像はアンクー。 または死神である。頭骨がブルターニュドッキトクの平たい帽子のついた白い強化扉を被せられ、時には本物の人間のように表され、彼は上向きの鎌を持って夜に旅をし、鎌で獲物を捕らえるのである。時に足のある姿で描かれることもあるが、アンクーは二頭の牛が引くカリグアンアンコウという牛車で移動した。二人の従者が アンクーと同じ教肩タビラーと帽子を身にまとい、荷車に死者を積み上げた。夜に荷車がきしむ音が聞こえるのは耳にした人間の余命がわずかなことを意味していた。公式の宗教統計はフランスで禁止されてきたので、ブルターニュにおける宗教上の実践について公式の数字はない。しかし実施された世論調査では地域圏はますます非宗教化されてきたことを示している。 カトリック信仰は第二次世界大戦以後ブルターニュの都市化が進むのと同時に衰退し始めた。2006年の世論調査では強力なカトリック人口を持つのは総人口の70%がカトリックに属するモルビアン県だけである。ロワールアトランティック県とコートイコールダルモール県はかろうじてカトリックの県といえカトリック教徒の割合は人口の50%になる。 一方で、イルイコールエイコールビレとフィニステールではおよそ人口の65%がカトリック信者である。キリスト教以外の宗教はほとんど存在しておらず、イスラム人口がイルイコールエイコールビレとロワールアトランティックで人口の1%から3%を集めている。ジョスランジョー・ブルターニュは多くの巨石記念物を抱える。さらに、メンヒル・トドルメンはブルトン語由来の名称である。 最大の立社並列は、カルナック列石である。その他には、バルヌネズのケアン、ロクマリアケールの巨石記念物、シャンドランのメンヒル、マヌブラズ古墳、そしてガブリニス島の墓石である。ガロローマ時代からの遺跡は稀であるが、コルスールにある大規模神殿、ビッダの希少内跡、そしてレンヌやナントにある城壁が挙げられる。 ブルターニュには膨大な量の中世の建築物がある。これらには数多くのロマネスク様式とゴシック様式の教会が含まれる。教会は通常地元の砂岩や花崗岩で建てられている。白とハーフティンバーの住宅が小さな村、町、都市で目にすることができる。ゲランド、コンカルノー、サンマロ、バンヌ、フージェールといった。 いくつかのブルターニュの町は今も中世の壁を残している。サンポルドレオン聖堂、トレギエ聖堂、ドル聖堂、なんと大聖堂、クライスケール礼拝堂が主な教会堂である。シュシニオ城、ディナン城、コンブール城、ラルモエ城、トンケデック城、ジョスラン城、トレセッソン城といったブルターニュの城の大半が13世紀から15世紀にかけ再建されている。 最も印象的な城は、フランスとの国境沿いによく見られる。フージェール城、ビトレ城、シャットーブリアン城、クリスソン城がこれにあたる。プルグムランにある伝統的なブルターニュの住宅フランスのルネサンス時代に、ブルターニュは独立国でなくなった。ルネサンス建築は、ブルターニュうちで、ほぼ存在せず、フランス国境に近いオートイコールブルターニュで見られる、くらいである。 主なルネサンス建築は、ブルターニュ港最後の高級的な住居で、後期ゴシック様式から、ルネサンス様式の変遷を示すブルターニュ公爵城で、ある。かつて要塞であったシャトーブリアン城は、イタリア様式で広大な宮殿に転換された。ベノデにある、アールデコ様式の別荘バスブルターニュでは、中世様式が完全に消滅したことがない。しかし地元の技術革新が一部の変化と、 特定の様式の誕生を許した。最も特徴ある外観は、成功に彫刻を施された教会が、付属する庭とともに完全に周囲を壁で囲まれた教会過去一である。多くの村々は、今も自分たちの村の十字架を持つが、それらは16世紀から17世紀に作られたもので、彫刻されたキリスト貼り付け像が含まれている。17世紀と18世紀。 バロック様式や新古典主義建築の建物を備え、主要開口と街は典型的なフランスの街の外観となっていた。当時フランスの港で最大であったナントには劇場があり、広い大通りと埠頭があり、レンルは1720年のカ事後に再設計された。同じ時期、サンマロ出身の裕福な選手が街周辺にマルイニエールと呼ばれる多くの邸宅を建設した。 海岸沿いに、ボーバンと、その他フランス人建築家たちは、ルパレや、ポール・ルイといった、いくつかのシタデルを建設した。農村では、平屋建てで、長屋状の簡素な、ブルターニュの住宅が残っている。これらは地元で取れる資材を用いる。バスブルターニュでは、ほとんどが加工岩を用い、オートイコールブルターニュでは、結晶片岩を用いる。スレート石と、 かやぶきは常に屋根を吹くのに使用される。19世紀の間、ブルトン建築は、主として、ゴシックリバイバル建築と折衷主義で、特徴を付けられていた。ブルターニュ南端にある町クリッソンは、1820年代に、流行したロマン主義の様式で再建されている。ブルターニュの灯台は、ほぼ全てが19世紀に建てられた。最も有名なのは、アルメン灯台、エクミュール灯台、 ラビエユ灯台、ラジマン灯台である。ビエルジュ島の灯台は高さが77メートルあり、ヨーロッパで最も高い。19世紀後半、いくつかの海辺のリゾート地が海岸沿いに作られ、別荘とホテルが歴史主義建築、アールヌーボー様式、その後アールデコ様式で建設された。これらの建物はディナールやラボール、ベノデに特に多く存在する。 20世紀からの建物は、サンナ・ゼール、ブレスト、ロリアンで見ることができる。上記の3都市は、第二次世界大戦の爆撃で破壊され、戦後に再建された。ブルトン外国主義者の建築家たち、ジャメブイエ、オリエ・モルドレルが、再建事業に参加した。ボール・ゴーギャンが、美しきアンジェール19世紀まで、カトリシズムが、ブルトン人芸術家たちの主たるインスピレーションであった。 ブルターニュには17世紀から19世紀にかけて生まれたバロック様式の祭壇画が数多くある。ブルトン人彫刻家も奉納物として使われる船の模型や箱型ベッドで有名であった。これらには繊細なブルトンの特徴と伝統的パターンを備えた豪華な家具装飾が施されていた。ブルトン様式は1900年代から第二次。 世界大戦までの間強力な復興を果たし、セズ・ブルール運動が、ブルトン様式を多く採用した。セズ・ブルール芸術家たちも、標準的なフランスのやり方を拒否し、伝統的技法と新たな素材の融合によって、現代ブルトン芸術を生み出そうと申した。この時代の一流芸術家には、デザイナーのルネイブ・クレストン、イラストレーターのジャンヌ・マリベルト・グザビアース、 そして彫刻家、ラフィグトゥル、フランシス,スルノー、ジョルジョロバン、ジョセフ・サビーナ、ジュール・シャルルル・ボルゼック、そしてジャン・フレウルがいる。ブルターニュはまた工芸でも知られる。これは、数多くの頭飾りや、18世紀初頭に生産が始まった陶器生産が挙げられる。カンペール焼きは手書きされたボール、皿で、世界中に知られる。ポルニックのような他の町にも、同様の陶器の伝統がある。 当期の鎌本は常に民族衣装を着た純真なブルトン人の衣装と彼らの日常生活を描く。デザインは強いブルトン文化の影響を受けるが、オリエンタリズムとアールデコ様式も用いられる。他とは異なる文化と美しい風景を持つことから、ブルターニは19世紀から多くのフランス人芸術家を世に送り出してきた。 1850年代に存在を知られるようになった、ポンタベン派は20世紀初めまで続いた。ポンタバンに移り住んだ芸術家たちは、エコール・デ・ボザールのアカデミック様式や、当時衰え始めていた印象派からも後で脱却を求めるようになった。ポンタベン派の画家には、ポール・ゴーギャン、エミール・ベルナール、シャルル・ラバル、ポール・セリジエ、ポール・シニャック、マルク・シャガール、レーモン・ビンツらがいる。 彼らより前には、ブルターニュを、ジャン・アントワーヌ・テオドールド・ギュダン、劇的な海と嵐の風景を求めてやってきた、ジュール・アシル・ノエルといったアカデミック派とロマン派の画家たちも訪れていた。ロリアン・ロバガド、ランビウエ・サークル城に踊るケルレン・ポンディの踊り手たち、2012年1970年代初頭から、ブルターニュは民族音楽の途方もない復興を経験した。小規模のフェストのとともに、 数多くのフェスティバルが創設された。バガドーはバグパイプ、ボンバール、そしてドラムから構成される楽団でスコットランドのパイプバンドに触発されて現代的に作られた。ランビウエは最も知られているバガドの一つでフランス海軍に所属する。ランビウエは毎年開催されるバガドー大会に出場しない唯一のバガドである。ケルティックハープも 歌やダンス同様一般的である。カンヘクタールディスケーンは歌唱法で最も一般的である。二人の歌い手がコールレスポンスで歌い踊る。ブルトンの美容は通常サークルダンス、チェーンダンスや二人一組であったりする。これはすべての地域で異なる。最古の踊りはパスピエとガボットだと見られている。最新の踊りはカドリーユや フランスルネサンス期の踊りから派生している。1960年代、幾人かのブルトン人アーティストが、ブルトン語のポップミュージックを生み出すために現代的なパターンを用い始めた。彼らの一人、アラン・スティベルは、ケルティック・ハープと世界におけるブルトン音楽に最も貢献した。彼はまた、自分の作品にアメリカのロックンロールを用い、1970年代のブルトンバンド、 コルノグ、グーエルズ、トリアンに影響を与えた。スティベルは伝統的なブルトンの歌を復活させ、フランス全体に普及させた。ソルダルイは主要なブルトンロックバンドである。有名なブルトン人歌手はジルセルバ、ダン・アルブラズ、ドゥネズ・プリジャン、ノルウェン・コルベル、ノルウェン・ルロワである。パリ出身のヒップ・ポップグループ、マノーは ブルトンとケルトから強いインスピレーションを得ている。映画、アメリのサウンドトラックを作曲したヤンティルセン、エレクトロミュージックのバンドイエール、そしてアバンギャルド音楽の歌手ブリジット・フォンテーヌも、ブルターニュ出身である。19世紀の作曲家、ルイアル・ベールブルゴーイ・コール・デュークは、現在ワールドミュージックとして知られるものから影響を受けた初期の聖欧人作曲家の一人である。 シンガーソングライターのテオドール・ボトレル。彼は、詩人、劇作家でもあったブルターニュは、アーサー王物語とアーサー王と密接なつながりがある。ウアースによれば、ブロセリアンドの森は、ブルターニュにあり、現在のパンポンの森と考えられている。そこには、湖に囲まれた城の遺跡があり、この城は、湖の乙女と関係がある。ドルメンは、マーリンの墓で、小道は、 モーガン・ルフェイが男たちを誘惑して歩かせた二度と戻れぬ谷であるとされる。トリスタンとイゾルデもブルターニュに暮らしていたと言われている。別の有名なブルターニュの伝承には海に飲み込まれた都市椅子の物語がある。19世紀以前のブルトン文学はほぼ交渉によるものだった。中世の詩人たちによって楽しまれた交渉の伝統は15世紀の間に耐えてしまい。 ブルトン語で書かれた本は1850年以前は非常に貴重なものだった。当時、地元の作家たちが地元の伝承を収集し始め、公に出版し、オリジナル作品を書き始めた。1925年から第二次世界大戦までの間に出版された文学ジャーナルシグアラルンは、現代ブルトン文学を支持し、広く知られる小説のブルトン語翻訳を助けた。 戦後、アルリアム氏が、グーアラルン氏の役割を担った。ブルトン語で書いた作家には、ロマン派の詩人、オーギュストブ・リゾー、ネオドルイディズムの吟遊詩人エル・ワン・ベルト、アーサー・オーに関するブルターニュの伝承を集めた、テオドール・エル・サール・ドラビル・マルケ、グーアラルン氏創刊者、ロパルズ・エモン、ベル・ジャクズ、エリアス、グラン・モール、ペルドゥネズ、そしてミーバンらがいる。 フランス語におけるブルトン文学は、エミール・スベストルが書いた19世紀の歴史小説を含む。アナトール・ル・ブラズが記したブルターニ旅行記、シャルル・ル・ゴフィックが記した詩と、小説、シンガーソングライターテオドール・ボトレルと、海洋作家、アンリ・ケフェレックの作品も含まれる。ブルターニは、シャトー・ブリアン、ジュール・ベルヌ、エルネストルナン、フェリシテ、ロベール・ドラマネ、 ピエール・アベラールといった多くの作家たちの生誕の地でもある。レンヌに1856年に開館した博物館がある。ブルターニュの歴史を中心とした収蔵品を持つ。戦死時代を主体としたものや、カルナックやパンマールには巨石記念物を集めた博物館もある。一方、バンロやナントにはその土地の歴史を代表する。 博物館がある。伝路美術館は、ドメニコ・ギルランダイをパルミジャニーの、アルブレヒト・デューラーやレンブラントの絵画やエングレービング、と同様に、古代のエジプト、ギリシャ、ローマの広範囲な収蔵品を持つ。フランス人画家の作品には、ジョルジュ・ドラ、トゥール、フランソワ・ブーシェ、ポール・ゴーギャン、オーギスト・ロダン、カミーユ・ユコローロベール・ドローネーのものがある。パブロ・ピカソ、ルーベンス、 ピーター・レリー、パオロ・ベロネーゼの作品もある。なんと美術館はさらに近現代アートの作品が豊富で、エドワード・バーン・ジョーンズ、ドミニク・アングル、ウジェーヌ・ドラ・クロワ、ギュスターブ・クールベ、ポール・シニャック、タマラ・ド・レンピッカ、バシリー・カン・ディンスキー、マックス・エルンスト、ピエール・スー・ラージュ、ピエロ・マンツォーニの作品がある。ブレスト及びカンペール美術館も、 大量のフランス絵画と一部はイタリア及びオランダ絵画という同様のコレクションを提供している。ポンタベン美術館はポンタベン派作品に特化している。現代彫刻はビニャンにあるケルゲーネック城の公園で見ることができる。サンマロ、ロリアン、ドゥアルヌネの博物館では船舶や海洋の伝統と歴史を主体とする。国立海洋博物館はアブレストに大規模な別館を持ち、 ロリアンでは潜水艦が一般公開されている。ロリアンでは1942年にできたケロマン潜水艦基地を訪問することもできる。そしてシテドラ、エリック・タバルリーはセーリング専門の博物館である。サンナゼールでは多くのオーシャンライナー、ノルマンディ号やフランス号が建設された。客船内部を展示する博物館は 第二次世界大戦中に基地であった場所に作られている。なんとは、ジューレベルヌ博物館、なんと自然史博物館、そして考古学博物館とデザインのミュゼドブレがある。ブレスト沖にやってきたホブネイエーテボリブルターニュは、祝祭や催し物の活発な暦を持つ。サンマロのラルート・デュロック、彼のビエイユ・シャリュ、レンルのラン・コントル・トラン・ミュージカル、クロゾンのブー・デューモンド、クリスソンのエルフェスト、 ブレストのアストロポリスといったフランス有数の大規模現代音楽フェスティバルがブルターニュで開催されている。インテルセルティックドローリアンフェスティバルは毎年ケルト諸国圏の全地域とケルト末裔の人々からなる参加者を歓迎している。なんとのラフォルジュルネはフランス最大のクラシック音楽の祭典である。ブルターニュの文化が強調されるのは西部の日前後に 多くの場所で催されるフェトドラブルターニュ、カンペールのコルヌアイユフェスティバルにおいてである。いくつかの街は、地元の伝統に関係する催しで、歴史的な事件の再現も行う。漁業の祭りである、コンカルノーのフィレブルーが知られる。ブルターニュは、なんと三大陸映画祭のようないくつかの映画祭も、ある。ユトピレール国際サイエンスフィクションフェスティバルも、なんとで開かれている。 ブレストとドゥアルヌネでは、大型ホブネが一堂に会する祭りがある。1998年のサッカーブルターニュ、代表サッカー、サイクリング、セーリングが、ブルターニュで人気のある三大スポーツである。メジャーなサッカークラブには、FC ナント、スタッドレンヌ、FC ロリアン、スタッドブレスト29、バンヌオークル、EA ギャンガンがある。ブルターニュ出身のプロサッカー選手は、 時には、ナショナルチームとしてプレーするサッカーブルターニュ、代表チームに入る。ツールド・フランスの勝者には、ブルトン人が、幾人かいる。ベルナール・イノー、シリル・ギマール、ルイ・ゾン・ボベ、ジャン・ロビック、ルュシアン・プティ・ブルトンである。セーリングは、ラ・トリニテ・シュルメール、ポルニシュ、コンカルノー、ロリアン、セーリングの名門校のあるグレナン諸島のような海のリゾート地で、特に重要である。 多くのブルトン人がセーラーとして絶賛された。エリック・タバルリー、ロイク・ペロン、ジャンル・カム、ミシェル・デ・ジョアユー、オリビエ・ド・ケル・ソーゾーン、トマコ・コビル、バン・サン・リウー、マルク・パ・ジョラである。太平洋単独横断ヨットレースでは、ルトド・ロム、トランザット・ケベック・イコール・ソン・マロ、ジュール・ベルヌ・トロフィーが、著名なブルターニュのセーリング競技会である。 ソリテールデュ・フィガロのステージはしばしばブルターニュがスタート地点になる。民族的な相撲であるグランはブルターニュのスポーツとして一般的である。ブール・ブルトンヌはペタンクに関係する球技である。オートイコール・ブルターニュとフランスの他地域で一般的なパレもペタンクと関係があるスポーツだが、ボールの代わりに鉄製の円盤を用い、円盤を 木製のボードに向けて投げるルールがペタンクと異なる。カップに注がれたシードルソーセージが添えられたそば粉のガレットロワール側の南側でミュスカデや白ワインが生産されているが伝統的なブルターニュの飲み物といえばシードルである。ブルターニュは国内で2番目にシードルが生産される地域圏であるシードルは伝統的にボールかカ,カップで提供される。ブルターニュには ビールの長い歴史もあり、その発祥は17世紀に遡ることができる。若いビール醸造職人たちが様々なビールを生産している。アルコール度数の強い飲料には、野生の蜂蜜で作った蜂蜜酒の一種シューシャン、リンゴから作られるブランデーのランビグがある。クレープとガレットはブルターニュ料理を象徴する料理である。クレープにはバターや塩キャラメルのソースを添えて出され、 デザートや朝食にされる。ガレットはいつも和塩味でそば粉で作られる。この二品は伝統的に基本的な食べ物としてパンの代わりにされてきた。ガレットにはチーズ、ソーセージ、ベーコン、マッシュルーム、または卵が添えられる。ブルターニュのバターミルクであるレ、リボが飲み物として添えられる。ブルターニュにはそば粉の団子が入った豚肉、または 牛肉の煮込み、ポトフに似た、キグヘクタール、ファースという料理がある。海に囲まれているブルターニュは、新鮮で幅広い魚介類が提供される。特に、ムール貝とカキが知られる。魚介料理では、魚のシチュー、コトリアドがある。南都近郊サンジュリアンドコンセイユで発明された白、バターソースがしばしば魚料理に用いられる。ブルターニュは、 ゲランド周辺で採れる塩でも知られ、ブルターニュの塩は、バターや、ミルクキャラメルに用いられる。ブルターニュは、ビスケット製造で有名で、カンペール、ロリアン、ポンタベン、サンブリユーなど多くの町にそれぞれ工場がある。ピーエヌ社、そして、ルブランドのビスケットを製造するルフェーブルユティユ社は、なんとに、ラトリニテーヌ社は、ラトリニテシュルメールに、ガレット・サン・ミシェル社は、 サンミシェルシェフシェフにある。これらのビスケットメーカーは、自社製品に常に塩バターを持ち、缶に入れて、ビスケットを販売している。有名な、ブルターニュのペーストリーには、多量のバターと塩が入ったパン生地で作られる。クイニーアマン、甘いオークシャープディングのようなファーブルトン、プラムを材料とするクラフティがある。トレーブヌックの国道を786号線にある。 古い道路標識1970年代まで、ブルターニュの道路網は貧弱であった。海上輸送と鉄道網が混ざっていたためである。ドコール大統領は1970年代に主要道路建設計画を実施し、25年間で、ブルターニュには1億フラン以上の投資が行われた。高速道路が1万キロ以上建設され、それまでの4倍の道路輸送ができるようになった。 ブルターニュの高速道路はフランスによくある高速道路とは違い有料道路ではない。主要道路の動脈は都市と西海岸沿いのその他集落とをつなぐ。国道12号線はレンヌ、サンブリュー、モルレー、ブレスト間をつなぐ。またノルマンディ南部へもつなぎ、終着はパリである。ブルターニュ南部ではなんとバンヌ、ロリアン、カンペール、 ブレストに通じる国道165号線が南岸沿いで同じ役割を担う。国道164号線は半島中心部を横切り、レンルからルデアック、モルレー、シャトーランをつなぐ。そして国道166号線はレンルからバンヌ間を走る。国道137号線はサンマロ、レンヌ、ナント間をつなぎ、ボルドーが終着である。ナントパリ館は A11 が走る。レンヌはパリへ向かう A81 とカーニへ向かう A84 の両方とつながっている。これら高速道はフランスの標準的な有料道路である。モルレーの鉄道橋ブルターニュ最大の空港はなんとアトランティック空港である。イギリス、イタリア、ドイツ、アイルランド、モロッコからの路線がある。 なんとアトランティック空港の機能は、なんと北西 30km にある、新たなグランウエスト空港に2017年に移転する予定である。ブレストブルターニュ空港は、ブルターニュ第二の空港である。ついで、デンヌ・サンジャック空港、ロリアイ空港、ディナール・サンマロ空港と続く。サンブリュー・アルモール空港には、ブルターニュとチャンネル諸島を往復する便が到着する。その他の、 小さな空港、カンペール空港、ランニオン空港などは国内線が飛ぶ。ブリタニーフェリーズ社の MS ブルターニュブルターニュは2つの主要 TGV 路線がある。1つはパリからなんと南岸のルクロワジックを結ぶ路線、もう1つはパリからレンヌ、ブレストを結ぶ路線である。ルマンで停車する LGV 大西洋線は2017年にレンヌまで拡張され、 パリブルターニュ間がさらに高速化される。TGV の列車は、ブルターニュとリヨン、ストラスブール、マルセイユ、リールとの区間もつないでいる。在来線は、テルブルターニュによって運営され、バンヌやカレイコールプルゲール、ロスコフ、パンポールといった小さな町をつなぐ。テルブルターニュは、レンヌナント間をつなぐ路線も運営している。テルペドラ・ロワールは、 なんととロワールアトランティック圏の小さな町とをつなぐ電車路線を運営している。アイルランド、イングランド、チャンネル諸島へ乗客、車両、貨物を運ぶフェリーサービスがある。主な企業はブリタニーフェリーズでプリマスロスカンポーツマスサンマロ、またはロスコフ、そしてコークの間を往来する。アイリッシュフェリーズはロスレアのユーロポートとロスコフの間を結び、コンドア、 フェリーズはサンマロイコールジャージー島まを往復する。ブルターニュの旗エルミーヌプラン現代的なブルターニュの旗は1923年にデザインされた。ブルトン語で白黒を意味するグウェンヘクタール、ドゥと呼ばれており、アーミンのスポットが11、そして9本の島模様からなる。黒い島はブルトン語が話される歴史的な主教区を表し、白い島はガロ語が話される。 死教区を象徴している。旗は従来のアーミンの平易な規格が貴族的で王党派すぎるとみなされて変更させられた。これはアメリカ合衆国の旗とイギリスのレッドエンサインに触発されていた。1920年代から旗は非常に人気を集め、数多くの機関で掲げられた。アーミンの旗とは別に、ブルターニュの歴史的なバナーには白地に。 黒十字が描かれたクロワズドゥがあり、コーンウォールのシンボルであるセントパイランの旗とは逆である。エルミーヌはブルターニュ公が紋章に用いていたブルターニュの紋章であるエルミーヌプランは1316年にブルターニュジャン賛成によって採用された。エルミーヌはずっと以前よりブルターニュで用いられてきた。その起源の手がかりはない。それはおそらく フランスのフルールドリストの類似性から代々の公爵たちに選ばれたのだろう。エルミーヌ、またはオコジョは14世紀後半にブルターニュ公ジャン4世の紋章の動物となった。紋章のエルミーヌは後で教会や城を含む数多くの場所に登場するようになった。庶民の伝承によるとアンヌ・ド・ブルターニュが 自らの宮廷を引き連れ市場に出かけたとき、汚い湿原を横切るよりも、死を選ぶという白いお古女を見つけた。このエピソードは、女皇、アンルのモットーポショスモリクワム・フィードリに、インスピレーションを与えたとされる。このモットーは後に、ブルトン連帯、第二次世界大戦中の地元レジスタンスや、文化運動で再度利用された。公式ではないものの、我が不その地が、ブルターニュの国家とされている。 これは、ウェールズ国家の音楽を再活用したもので、詩は19世紀後半に書かれた。一般的なブルターニュの象徴には、ケルトの三脚、トモエ、メンヒル、ドルメン、ガレットのような地元料理、そして頭飾りのビグダン、伝統的な丸い帽子、漁師、黄色いレインコートが含まれる。BZH とは、ブレースの一般的な略字である。 そして住民はしばしば自分の車のナンバープレートに BZH のステッカーを貼る。BZH はブルトン文化及び言語用に提案されたインターネットのトップレベルドメインである。ありがとうございます。